おはようございます、マナです。今回は最近新しく出たザラのビーガンコスメを買ってみたので使ってメイクしていきたいと思います。はい、じゃあまず買ったものを紹介していきたいと思います。結構ね、一通り買ったんだけど、まずリップはサテンとあとマット、だからマットタイプとあのマットじゃないやつと、あとねすごい細いスティックバージョンのやつもあって、カラーは全部買ってないけど、そのリップのやつは一通り買いました。で、私今回間違えて買っちゃったのがいくつかあって、今回のそのザラのコスメはビーガンコスメになっているから、ほとんどのアイシャドウとかね、そういうリップとかは全部リフィルがあるんだけど、その買う時にリフィルと本体の区別があんまりつかない。ちゃんとだから文章を読む、文字を読まないと結構間違えやすくなっちゃうかなって思います。なので私リップはちゃんと買ったんだけど、リフィルもねいくつか買っちゃったの。見て、こんなにいっぱいリフィルを4つほど買っちゃいました。まあ使えるものだから全然いいんだけど、だから速攻、何本体があるやつを注文したので、今それが届くのを待ってるんですけど、とりあえず4種類、こっちがザラのマットタイプの UM301 のリフィルね。これはカラーこんな感じになってます。これ、こっちがサテンの CS707 番、これと、これはティントですね、 TB200 番、これはなんか色がないタイプと UM703 番、ちょっとダークな感じです、ワインレッド的な。なんか今回は色味がどういう感じかもちょっと見たかったので、自分の唇の色と合ったカラーを選択しました。って言っても、私もともと赤とかつけないから全然これでいいなと思ったんだけど、あと普通にこれがリップね、リフィルじゃなくてリップの CS707 番。だから私これをね同じ色買っちゃったんですよね。で、この中に入ってるのがこんな感じのパッケージになってます。超かわいい。なんかこの値段が2290円なんだけど、超高見え、高見えって言っても結構デパコスと同じぐらいの値段なんだけど、でもこのマグネットタイプの、開閉がマグネットタイプになってて、自分でセッティングするリップになってます。こんな感じね、かわいいよね。で、昨日早速つけてみて、あの唇結構私荒れやすいから、唇荒れたらちょっとやだなと思って数時間つけたんですけど、全然荒れなくてすごい良かったです。で、結構重さもちゃんとあって、すごい高級感マックスになってます。で、次にチークカラー買いました。これはね、開けるときはここがなんかペロペロペロってめくれて、こういう感じでペロペロンって取れます。で、こういう風に入ってます。超かわいいよね。で、開くと、これもマグネットタイプになってるんだけど、こんな感じです。綺麗。そうで、これはチークだけど、この一番端っこのブラウンとかは全然アイシャドウにも使えるし、これも結構使い勝手いいかなと思って買ってみました。で、これが3590円です。次にフェイスカラー、これブロンザーですね、の726番を買いました。ブロンザーも結構いろんなねタイプのカラーがあって、さっきのチークパレットと同じ感じでマグネットタイプになっています。で、こんな感じで、これも昨日少し手に取って使ってみたんだけど、すごい発色も綺麗で使い勝手も良さそうだなって思いました。そして次にアイシャドウパレットを2つ買いました。アーシーウォームっていうカラーと、レインオブグリーンというカラーのパレット、アイシャドウパレットを2つ買ってみました。これがアーシーウォームです。で、このパレットも全部リフィルがあるので、あとあと自分で追加したり
することもできるそうです。でこっちはグリーンのパレットですね。で私あんまグリーンを使わないんだけど普段、なんかこれから夏になるし、あとカラーのアイシャドウの発色もちょっと気になったので買ってみました。そして次にブラシ、今回ねブラシも4つぐらい4本ぐらい出てるんだけど、1つとりあえず買ってみたんだけど、これが想像以上に毛質が良くて、めちゃくちゃね柔らかいね感じになってて、すごい肌触りいいなって思った。でなんか無駄なマークとかも一切なくて、安っちいっていう感じも特にないし、すごい上品なブラシだなと思って、これは自分が思ってたよりも毛質とか毛並みが良かったから集めたいな、揃えたいなって思いました。でこれが1990円です。そしてさっき最初の方に説明した、これが細いタイプのリップですね。 ST714 番と、あとこっちが ST713 番ですね。これもマットのやつとかサテンのやつとあんま変わらない色味になってます。ただどういうつけ心地なのかちょっと気になるから買ってみました。あとね結構いろんなカラバリでネイルポリッシュがあったので、それも買ってみました。とりあえず3個自分が可愛いなって思った色、グリーンの NC505 番と NC733 番、あと NC101 番です。これも発色などちょっと気になるけど、私いつも手はジェルネイルなので足用に買ったんだけど、どうだろう、ちょっと楽しみです。そしたら早速ちょっとメイクしていきたいなって思うんだけど、どういう感じでやろうかな。今ねとりあえずね下地だけやってるんだけど、だからこのセッティングが結構難しいらしくて、リップスティックはちょっとやったんだけど、こっちのやつ開けてセッティングしてみますね。開けます。開けるとこういう感じで、開けるとケースとリフィルがついてます。でこのキャップを取って、こっちのキャップも取って、ここにはめるのかな、カチッと言うまで。そしたらできます。そしたら完成です。でこんな感じです。超細くてコンパクトで持ち運びにめっちゃいいよね。そんな感じでもう一個も開けてみますね。はい、できました。じゃあまあとりあえずリップは使えるっちゃ使えるけど、これが届かないと使えないから、先にこの、てかさ思ったんだけどさ、これさ中身をバッて取らないとどの種類だか分かんないよね、使ってみないと。今箱があるからあれだけど、とりあえずこの CS707 番のバターカップっていうリップスティックを使ってみます。これはね昨日試したんだけど、そうそうこんな感じです。それでつけて思ったのが、結構匂いが甘いの、本当にケーキみたいな匂いがするから、マックのリップスティックを使ったことがある人は大丈夫だと思うんですけど、ちょっと甘いのが無理かもっていう人にはちょっとだけきついかなっていう感じです。でも私は全然平気なんだけど、結構香りがついてる。でも色味とかは本当に画像のまんまのちゃんと色だったので、それはすごい良かったなと思います。長時間つけてても私は荒れなかったです。そして次にアイシャドウは、まずこのグリーンのレインオブグリーンをちょっとここにつけてみますね。かわいいかわいい。これちょっと見えにくいけど、結構ラメラメが光ってかわいい、これですね。で次にこれ、うん、ちゃんとさ色は出るね、これ。おー結構発色されるね、こっち。ちょっと見えにくいけどこれかわいい。なんかここ何、ここあざだ、私のこれあざこっちね、これあざはい、あとグリーン、今腕につけたのこれで、グリーンはじゃらーん、わー
綺麗じゃない。そして一番最後、おお、ちょっとこれは黒い感じ、暗めの色ですね。でも発色めっちゃいいわ。はい、こんな感じです。なんかさ、イメージ的にアイシャドウとか結構色味薄いのかなって思ってたの。なんかだいたいさ、コスメをメインでやってるところじゃない場所がさ、コスメ出すと発色とかが薄かったりとか、リップとか結構荒れちゃうっていうイメージが私はあったから、全然そんなことなくてめっちゃいいわ、使える、ちゃんと。次にこのアーシーウォームですね。でこれはマットなものが結構多いから、こっちを今日はちょっと使ってやってみようかな。これはもう試さないでこのまま直接塗っちゃいます。じゃ、まずはじめにこれを塗ってみます。このね、アイシャドウブラシはね、私の普通のもともとあったやつだから。はい、じゃあ塗ります。あ、結構ドバってついちゃうから、ちゃんとティッシュオフしないとダメだね。あ、でもかわいい、このやつがかわいいです。今私結構髪の毛がハイトーンにしたばっかりで、メイクの仕方が変わったのね。だから超どういう風にしようっていう研究の最中なんですけど、はい、今こっちだけやってみました。まあなんか濃くつければ濃いけど、このね、オレンジ色のこれがめっちゃ可愛いです。一番白いこれは鼻先とかハイライトとかにも使えるかなって思います。いいんじゃないでしょうか。ちょっと反対側もやってみます。はい、こんな感じです。そしたら次、ブロンザーとかチーク使ってみます。まずこのフェイスパウダーのブロンザーとして使おうかなって思ってるやつ。まあでもブロンザーって書いてあるからブロンザーなんだけど、ブラシはこのマックのやつ使いますね。あ、超さ、つくと思わない？これ、え、でもかわいい、かわいい、すごい色ついちゃうけど、少しで全然大丈夫ですね。結構さ、いいじゃん、これは。すごい発色が綺麗。なんかこれはアイシャドウとかでも全然いいかも。ちょっとアイシャドウに使ってみよう。めっちゃ良くない？アイシャドウでもいい、これ。ブロンザーはこんな感じです。綺麗だよね、いい感じ。ブロンザーとかチーク私めっちゃ好き。次はこのシグネチャーブラッシュチークですね。どれ使おうかな。まあでもこの、これ真ん中のやつ使おう。それブラシ、このザラのブラシで使います。え、かわいい、かわいい、見えますか？いい感じじゃない？え、てかこれもめっちゃいい、このブラシすっごい気持ちいい。私が持ってるブラシの中でも結構ダントツにいいかも。超気持ちいい、このブラシ。はい、こんな感じです。わかるかな？でもわかるよね、この辺。かわいい、色合い最高、これ超いいわ、気に入った。この一番端っこのこの子をちょっとハイライト代わりにしてみようかなって思います。手でいいや。あ、これはちょっとあれでしたこれちょっと色がつきすぎちゃうな。まあでもこの辺とかにつけたら可愛いわね。はい、こんな感じです。フェイスカラーはめっちゃ好きだわ。アイシャドウも良かったけど。そしたらどうしようかな。まだね、マスカラとかはね何もやってないんですけど、マスカラとかちょっとやるか。全然ね関係ないんだけど、このダイソーのユアグラムのリキッドアイブロウめっちゃいいですよ。これをね、このね、涙袋のところの線を描くのに使ったり、眉毛の毛がないところに毛っぽく描くのにめっちゃ最適。じゃーん、完成。どう？いいよね、私結構好きだわ。なんかまずこの見た目がめっちゃ好きだし、ちょっとリップはこれが全部こう揃ってあったら何がどれか分かんなくなっちゃうから、それちょっとあれだなって思うけど、でもリップのこの感じもすごく高級感があって好きで、このパレットとかチークとかブロンザーの感じもすごくいいよね。はい、こんな感じです。
ただ一つに対して重さが結構あるから、旅行とか行くのに持ち運びってなるとちょっと重くなりすぎちゃうので、それはちょっとあれですよね。でも全然いいです。もう一個、このもう一つのこっちの細いタイプのリップも使ってみようかな。つけ心地とかさ違うのかな。さっき使ったのがバターカップっていうやつで、また違うの使ってみます。これが ST の713番ね。あ、これすごい、これめっちゃ塗りやすい。これもうなんかじゅわって溶ける感じです。これめっちゃいいよ。しかもバターカップは匂いがあったけど、これは匂いがない。こんな感じ、ちょっとピンク、さっきのやつよりピンクだね。これめっちゃ塗りやすい、この細いタイプ。これおすすめ。やっぱリップスティックと違って、これはめちゃくちゃ塗りやすい。サラッとしてる。だけど色味がちょっとピンクすぎたかな。もう一個はもうちょっとダークな ST の714番。これ塗りやすいわ。あ、この色好きだな。めっちゃいい。これ色も可愛いし、塗りやすい、軽いし、持ち運びにも便利だし。はい、こんな感じです。結構使ってみてさ、デパコス並みにいいから超いいわ。皆さんまだね買ってない方も多分いると思うので、ちょっとリップとかの色の選択ミスとか結構あるって聞いてたから、今回リップはすごい見本の色のまんまでした。でアイシャドウも発色もいいし、チークとかブロンザーも超綺麗に発色してくれたので、これは正解だなって思います。はい、そんな感じで今回はザラのビーガンコスメをちょっと試してみました。またね、ファンデーションとかクッションファンデとかアイライナーとかそういうのが出るんじゃないかなってちょっと楽しみにしてるので、こちらももし出たよみたいな感じで教えてくれたら嬉しいです。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。